ゃあやっていきましょう。やっていきます。ね。あ、名前いいの。ああ、笠木です。ゆずぎです。はい、やっていきます。今回は PC 原人。原人でいいんだよね、これ、ね。読み方 ね。これデモだね。やっぱ横スクロールの。あ、倒していく感じ？倒せるんだね。うん、え？勇ましい。今、カメラ持ったんだよ。あ、頭突き。ヒップドロップじゃないんだね。ヒップドロップならぬヘッドドロップ。頭硬いんだね。原人だから。あ、そういうこと？知らん。そういうこと？あ、でも完全にちょっとあれあれ。これでもやってないでしょ今。あ、でもやってないからほらやろうよ。あ、うん。先分かっちゃうじゃんだって。そうやね。ダメよそういう予習しちゃ。いやいや、そう操作は分かんないから。いやいや操作なんてやりながら勉強するんですよ。ちょっと待って。あ、これ始まった？うん、よし。ジャンプは？ジャンプは1だね。うん。2はなんか？ 2 は攻撃。おお。これ以上早く走んない。ね。うお。あれは？ヘッドドロップできないの？ヘッド。これでしょ。おお。痛いよ。ニコちゃん。ほいほいほい。え？あ、取れって？なるほどね。これは敵ではないんだな。原人なのにやたら、うん、整った玉ねぎだのピーマンだ。何時代なのか果たして。あ、いた。これ踏めないんだね。ね。あ、これなんかちょっとさっきと色が違うあたりなんか怪しい匂いがするぞ。これ絶対敵だろ。するしよう。これ後ろから倒せないのか。倒せなさそう。え、どうなんだろう。ちょっとやってみようか。あ、敵じゃない。あ、ちょっと待って。何、敵？これ敵なのか。敵じゃない。あ、なんか当たり外れがあるのか。わかんない。多分そうだよ。危ない。当たってるよ。これ敵はこれなの？恐竜だな。わかんない。もはや何時代かもわからないから。え、なにえ、なんかさ、ちょっとあれやね、なんかコミカルな感じがするね、ちょっと。え、あ、これ強くなってんの？強くなってるね。無敵じゃないそれ。ほら、へいへいへい、簡単だぜこれ。これはアイテムなの？何あれ。なんか顔色が悪くなってる。進化してんのこれ。多分、え、肉食ってパワーアップとかそういうことでしょ。あ、そういうこと。痛い。あ、ちょっと戻った。はあ、横スクロールだね。まあ、完全に先に、なるほどね。ちょっとコミカル要素ありの。あぶれ。おお。噛むね。噛んでんのこれ。あぶれ。真下に落ちないから難しいのよ。ちょっと斜め下に落ちるから。おお。なんか色が違うよ。痛い。敵も。痛い。ああ、なるほど。こういう危険な危険な地帯だから。痛い。今ダメージ食らった？多分。このヘディングで、あれじゃないか。頭なら平気。ああ、な、そんな感じするようだって。おー、ギミックが出てきたね。痛い。あー、危ない、危ないよ、危ないよ、危ないよ。痛い。ちょっと、死ぬって。なんとか。おお。なんとかなんとか。あ、それ頭は完全にもうあれなんだね。捨て棒からってよ。捨て棒サービス。ああ、アワビだな。お亡くなりになった。すやー。あ、いた。突然の目覚め。
このステゴサウルスだ、ステゴサウルス。ヘディングがさ、この止まり流れじゃないとできない、止まり流れじゃないとできないから、おーおー、あ、もうこれでさ進めばいいんじゃない。あ、そんな優しくなかった。おーおー、あ、登れって、あ、違う、登れない。え、どうすんの。え、おお、え、どうすんのこれ。どうすんの。あれ、どうしろって。どうしろって。登れないよ。左行けたりしない。行けるけど、右だ、右、え、右、右はもう行けないでしょ、あれ透明の壁でみたいな。ちょっとちょっと教えてくれよ、どうすんだこれ。あ、おあ、中に入れて、あざす、ものは試しよう。危ないよ。ダメージ食らうあれじゃないの ね。これはの、なんかあれだろう。ダメでした。ダメだ。あ、これ、これ、これ触れちゃダメなやつ、ね、ダメでした。しかも痛いし。これ、あれか、水の中でも攻撃できるんだ。痛いよ。あ、危ない。うーすやー、危ない。よしよし、安定だよ、うん、左こいけるけるけるちょっとちょっとどうやっていくんだよこれ。この微調整、ちょっと待って、これこれいけないじゃん、これいけないのでは。下の下、下置いた、置いた。頭痛いんじゃないかこれ、ちょっと当たってるぞ頭。お、回復した。おお、完全にボーナスだ、やっぱ下だ。ほい、危な、危な、何、どうなってんのこれ。肉あるじゃん、肉。どうなってんのこれ、痛い。これなんだこの糸、頭無敵だから。無敵じゃなかった、今だって横から当たったもん。あれ、ちょ待って、あ、そういうことね。一回上行ってからじゃないと下に頭突きできない。ここ、ここが頭、頭、頭、危ない、痛い、痛いよ。頭でそのまま当たったらいけそうなんだ。あ、そのままいけんのかな、これ。あ、いた。どんだけいってんだ、こいつ。危ない。ああ。危ない。泡吹いた。なるほど。だ。おお。壊せて、あ、違う、え、開いた、え、開いた。もう完全になんかこういう感じじゃないの、なんか、よくわかんないね、この特有の謎の世界観。ボスじゃん。え、これ頭届かないよこれ。あ、届くわ。ほい、まあ、あの光ってる部分に頭突きしろと、そういうことですね。これ壊せないかな、壊せた。あ、なるほど、泡を踏み台にして、泡を踏み台にして、はめてる、はめてる。これひどいぞ、偶然にも見つけてしまった。優しい心を取り戻した。あ、なるほどね、取り憑かれてたからね。あ、なんかちょっとコミカルゲーだね。えらい、はい、ありがとう。や
本当に褒める姿勢は大事だという感じでしたね、はい、無事ラウンド1クリアできました。よかったです。スタートしちゃいますけど、うん、こんな感じかな、うん、まあちょっとなんだろうね、美神原人っていうなんかそのタイトルから分かるようなそのギャグ要素、うん、ギャグ要素ありのって感じでしたねっていう感じでした、はい、じゃあ今回はこんな感じで、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。